さあメンバーで揃ってまいりました。レースは第3レース予選競争の開始です。時折風が吹きますが、現在はスタートライン上やや向かい風の風速は2メートルほど。さあ1二三で465となってまいりました。並びが1二三465でどうやら並びそうです。さあまず1号艇の田中慎一郎、ここは地元田中慎一郎が気合の陰線で陰逃げなるかです。2号艇で辻映像、初日は陰速攻の活躍、白星発進。3号艇での坂口巡ると1二三でサータンマークを回ってまいります。残り45秒を切っています。4号艇の上野慎之助、さあ引っ張る形で角線で活躍なるか。その横6号艇の西山隆弘、昨日のドリーム戦では苦しい走りで5着発進でした。一番外からになって5号艇の浜崎正則で1二三。ここまでスローで465のダッシュ戦法で、これで3対3となってまいりまして、進入体系固まってまいりました。さあ現在も風速は2メートルほど、緩やかな向かい風になっていまして、前半戦は第3レースです。12秒進が回っていまして、スタート10秒前、インコースから1番2番3番4番6番5番、3対3、2秒1秒、今スタートしていきました。さあスリットがダッシュ勢から465出ていって、内側から伸び返して1号艇と3号艇ですが、1マークはまくっていった4号艇をインから飛ばしにいった1号艇で、内から3号艇6号艇2番5番で、さあバークスリッチはまくった刺した、まくって4号艇の上野慎之助、角から活躍上がってまいりました。1艇身から2艇身では6号艇の西山が2番手を追走、3号艇5号艇続いて、あとは1番2番、なおスタートは正常でした。ラインタンマークトップで回って4号艇の上野、そして2番手は6号艇全速、懐3号艇5号艇2号艇ですが、握った6号艇の西山が2番手をキープしていまして、4番と6番は後輩等でレーサー2周目であります。先頭には一発決まって4号艇の上野慎之助、2番手は踏ん張って6号艇の西山がキープ、後方3番手集団がさあ5号艇上がってまいりました。現在外枠勢バックスレッチ、先頭4号艇2番手6号艇3番手5号艇の後方から1番と2番やり合って、5号艇の浜崎が3番手をキープして、上位がダッシュトリオで465の後輩と、そして後方は3号艇の坂口が4番手に上がって、あとは2号艇1号艇接戦状態となっています。ラインタンマークは先頭4号艇2番手6号艇回って、後方3番手ですが5号艇の浜崎正則、直線コースで入りました。上位の3艇変わらずで、ここは4号艇6号艇5号艇最終周回へと入ります。さあラスト1周で先頭には4号艇の上野慎之助、4角からの見事まくり勝ちが決まって、2番手に6号艇の西山貴弘でダッシュ両立、3番手に5号艇の浜崎正則で最後のバックスレッチャー、上位が4号艇6号艇5号艇コースタートのダッシュトリオ、そして3号艇あとは2番1番の順でオッズ、2連単ですが 62.4 倍、3連単ですと 327.9 倍、4号艇の上野が一発決めて後輩提供、2番手6号艇3番手5号艇で4コース5コース6コースダッシュ取りで、ここは満州決着の後輩と、先頭4番ゴールイン、6番ゴールイン、5番ゴールイン、3番2番1番がゴールイン。